岡田雄介、1949年5月27日から2020年11月18日は、日本の実業家、映画プロデューサー。東映代表取締役グループ会長、ティ・ジョイ代表取締役社長、テレビ朝日ホールディングス社外取締役を務めた。1970年代には、俳優として活躍したことでも知られる。京都市出身。 慶応義塾大学小学部小学科卒業。父は岡田茂。妹は高木美也子。声優、ナレーターの正宗一世は鳩子。俳優としてデビューしたきっかけは、慶応義塾大学2年の夏休みに京都へ来て、たまたまクラブで飲んでいた時、プロデューサーの泉実が横顔のよく似た石坂浩二と間違えてスカウトしたもの。 父親の岡田茂とはそれ以前から仕事の付き合いがあり、父親の了解を得てデビューした。俳優としては主に東方の青春映画で注目を浴びたが、東方が自社制作を大幅縮小した頃より、プロデューサーに転向した。東方俳優出身で東映トップに上り詰めた珍しい経歴の主であり、プロデューサーとしても旧知の東方監督を 東映作品に招聘したりしている。黒沢明、デビッドリーン、テオ・アンゲロプロスを20世紀を代表する3大映画監督に挙げ尊敬していた。アンゲロプロスの遺作となったエレニの奇境は死後もしばらく日本公開の目途がついていなかったが、それを知った岡田は公開されることを強く希望し、2014年に自ら東映で配給している。他に、 テレビ朝日ホールディングス、北海道テレビ放送、東映アニメーション、東映ラボテックなどの取締役、シーズシネマズの代表取締役会長を務める。また、秋田経済法科大学総合研究センター、客員教授、政府の海外交流審議会委員なども務めている。吉永さゆり主演作のほか、多数の作品を手掛けている。雨、ジャケット、ナレーション。 ありがとうございます。